ヨハン・ビル・ヘルム・ヘスラーは、ドイツの作曲家、オルガニスト、ピアニスト、エアフルトに生まれた。ヘスラーを最初に指導したのは、同志でオルガニストをしていた、おじのヨハン・クリスティアン・キッテルだった。1762年頃に就いた初めての職は、地元のバーファス・アーキルシュのオルガニストだった。父親を亡くした1769年以降は、一家の毛皮業の経営も行ったが、 それでも1770年代前半にはドイツ、その後1780年代と1790年代には他のヨーロッパ各地へと演奏旅行に出かけている。1789年4月15日にはドレスデンでベルリンへの旅行の途中であったボルフガング・アマデウス・モーツァルトとウルバン対決を行った。こうした演奏旅行の結果、ヘスラーは他にもヨハン・ニコラウス・フォルケル。 ヨハン・アダム・ヒラー、フランツ・ベンダー、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハと面識を得ている。1790年から1792年にかけてはロンドンで過ごし、サンクト・ペテルブルクへ移った後に1794年にモスクワへ落ち着くと同地で結出した音楽教師、作曲家として活躍した。彼はそのまま同地でこの世を去っている。ヘスラーは、 多くの鍵盤楽器作品を出版しており、その中には、そナタ、幻想曲、前奏曲、そして最も知られたピアノ作品である、大事具に単調作品31がある。その他、大コンサート作品5 0一曲のカンタータ、室内楽曲や歌曲を世に出した。ヘスラー作品中でも最も異質なのは、1817年に、 刊行されたすべての調整による360曲の前奏曲集作品47である注釈出典、ありがとうございます。